ございます。おはようございます。遅れてしまってごめんなさい。おはようございます。雨の月曜日、雨やし月曜日やし、確かに降りそう。今日公園入るよ。ありがとうございます。今日は夜か世代交代があります。みよちがみちゃんの生誕祭の余談は抱えすぎて TikTok ライブで、そうめっちゃ可愛いんですよ。嬉しい、ユンキさんが言ってくれてるの嬉しい。そう、めっちゃ可愛いの。なんか色味もさ、絵柄もさ。でもさ、昨日のさ、レイコさんの卒業校のさ、大玉めっちゃ可愛かった。びっくりびっくり。そう、昨日英子さんにちょっと会いに行ったから、お写真撮りにしてもらいに行ったから行ったのよ、公園の子にね。そしたらちょっと横断幕とか課題とか語られてるんだけど、それ見て顔びっくりした。なんか横断幕もめっちゃ可愛かったし、飾り装飾もめっちゃ可愛かった。頑張ります。何倍そう、写真撮っていただいた時になんかいろいろお話ししたんですけど、なんかまあインターンねしたかったねって話すと、何倍得したよって言ってたと。そう、つまさんが来てくださって、泣いちゃうよね。あんなね、そうそう、仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。言葉いただいて、そうめっちゃ嬉しかった。見てメンバーめっちゃいた。そう、メンバーもいたし、
と卒業生の方も土屋さんロッキーの方結構いてはった。ゆめちゃんも大感じ。そう、西山ちゃんもう最後の方もうどうしようって卒業しはるからもう、もうレイコさんが卒業しちゃうからどうしようって。シオンさんも来てた、来てはったよ、来てはった。結構来てた。なんかもうね、なんか卒業公演ってあんまり時間ない。なんかほんまに卒業しちゃったんやってさ、まあ、後から何らかのきっかけでやっぱ実感すんねんけど、もう卒業の次の日とか全然実感せない。ほんまにいなくなっちゃった。なぎささんとかうーかさんとかまだいる、次の日いる気分やったもん。なんかね、不思議。さあ、学校卒業ね、うん、ちょっとね、なんか DMM 見てたんですけど、公演の昨日のね、うん、なんかめっちゃ明るいなって思って、すごいな、それもね、それでね、なんかファン側やったとしても、推しが明るく元気に卒業してくれたら嬉しいじゃないですか。なんかまあ嬉しい。毎回卒業公演まであっという間じゃ、わかる。卒業公演まであっという間やし、卒業公演終わってからもあれいないっけみたいになっちゃう。なぎささんのさ時とかめっちゃ一瞬に感じた。ちょっと今日コンサートから卒業公演までの間、あ、一週間ちょっとあるやんと思ってたら、え、もうそんなすぐ、もう二日で卒業公演しちゃったみたいな感覚。わかるなって見て、確かにね。でもロッカーの名前がさあんま消えへんけどさ、なんかやっぱなんかな、ロッカーの名前がなくなるとそう、なんか西山がどうやろう、もう西山があれか移動すんのかな、すでに。あ、のぶさんさん、なんか地球を持ってるくまさん、たくさんありがとうございます。かわいい。
ワールド。あ、日本側がこっち向いてるじゃん。かわいい。みちゃんの水曜公演はパイプ横綱だから、もうそれまでにさ、あかん、卒業するまでにもっと印象に残るさコーナーがさ更新されていくかもしれない。何歳までおるか分かんないからね。いっぱい来ますね。ありがとうございます。あれじゃなかなかが、あれはほんまにびっくりしたよ。朝6時からさ、もうベイベイして、あのテンションおかしくなりそうだった。もう逆に朝すぎて、やばいテンションおかしくなりそうで、深夜テンションなりそうになった。朝からお鍋食べて、シルルさんにも元気すぎてます。確かにシル次期おシルルさんとかあれかな、この前のおしり対決で勝った。天地もやったっけ、確か天地もやな。うん、で、なんか入ったよ。朝早く面白かった。それは良かったです。そみたちも、もうおかしくなりそうです。あ、楽しかったね。普通に美味しかったし。来年24時間いつかみあやめんよしが、確かにずっとおったらね、あるかもね。おはようございます。なんできるか、でもさ、いつぐらいになるかかな。もう いや、まあ、やった方がさ、 MC の方が、あの24時間置きっぱなしか、途中アミアヤ睡眠タイムなんか入りそうやけど。入れてほしい。シナデルの6年後、そうだよ、6年後ってやばいな。あ、15分
214日、いやちょっとね、学校のあれもあるのでそろそろ終わりたいと思います。誕生日見ます、いきます。13位レモンさん、ありがとうございます。12位スノさん、ありがとうございます。11位マスオさん、ありがとうございます。10位ビーマルさん、ありがとうございます。9位風呂敷さん、ありがとうございます。8位ナルさん、ありがとうございます。7位高本さん、ありがとうございます。6位トッセさん、ありがとうございます。5位アルミカンさん、ありがとうございます。4位きびだんごさん、ありがとうございます。3位横浜のうるさん、ありがとうございます。2位なつきちゃん、ありがとうございます。そしてちあのぶさんでした。ありがとうございます、ありがとうございました。ごいってらっしゃい、いただきます。今日もありがとうございました。では学校に行ってきます。ではではありがとうございました。あと世代交代前回もよろしくお願いいたします。今日はね、ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日も7時からです。よろしくお願いします。バイバイ。時間が短いよ。頑張りましょう。